続いてはふわふわ中継のコーナーです。今週もふわふわのメンバーがリポートをしてくれます。でははるかちゃんお願いします。はい、中継先のリポーターさん、んどこだ。皆さんこんばんは、ミネの田中恵美です。リポーターはあーい、みーにお任せ。よろしくお願いします。あーみーよろしく。はい、今日は少し遠出をして渋谷に来ています。ハチ公口から徒歩7分くらいのところです。はい、周りもね、クリスマスもあと約1ヶ月くらいということで、イルミネーションに包まれております。めっちゃキラキラしてて綺麗です。すごい、イルミネーションが似合うって、はい、そして今日はゲストがいらっしゃっていますので、その方と一緒にリポートしたいと思います。はい、どうぞ。こんばんは。こんばんは。フードアナリストのキムソンヒです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。キムさんです。はい、キムさんは作り手として調理師免許、そして食べ手としてフードアナリスト1級の資格を持っている食のスペシャリストなんです。おー、素晴らしい。はい、よろしくお願いします。フードアナリストというのはどんなお仕事なんですか？はい、フードアナリストはですね、単に味だけではなく食文化ですとか栄養学とかマーケティングなど食の総合的に学んで解説する専門家なんです。おー、すごい。はい、キムさんはその中でも1級ということでトップのフードアナリストなんです。じゃあ美味しい店知ってんじゃん。中継でお世話になっているフォーリンデブハッシーさんともよく食べ歩きをしているんですよ。そうなんだ。デブニングでおなじみのハッシーさんと仲良くさせていただいてます。はい、そうですね。本日はキムさんの一番の得意分野である激辛グルメを紹介してもらいます。激辛いきますか。激辛大丈夫。はい、大丈夫。よろしくお願いします。行きましょうか。はい、はい、なんかね、最近食べてるね、よくね。楽しそうですけど大丈夫ですか。すいません、逆本当だ。いやいや、寒いよね、そこは。はい、こちらです。見えてきました。こちら中華料理店陳家司祭です。おお、陳家司祭。では入りましょうか。早速入ってて、あれ公園の方に向かう坂の方、これあっちかだ。はい、パルコとかある。あっちの方、足元気をつけてください、はい、すごい。激辛通が認める。激辛は結構いろんなジャンルあるからね。うん、そうですね。中華ってことは四川料理なんですか。マーラー系ね。四川料理系のカレー。待って、ちょっと何ですかこれは。え、何これ。唐辛子。唐辛子。めっちゃ食べてる。すごい、唐辛子にも名前が一つ一つ入ってありますね。読めねー。すごい、隣にはいろんな芸能人さんも来ていて。あ、本当だ。ビッグな芸能人の方がいっぱいいらっしゃってます。激辛通なんだ、みんな。楽しみだ。すごいね。行きます。はい、失礼します。番組でも取り上げられてるんだ、辛さで。そうでしょうね。あ、見たことあるかも。激辛の辛い匂いがすでに香りしますよね。すごい、もう辛い匂いがする。はい、160席ぐらいあるんですよ。広いですね、すごく広いです。広いんです。店内オープンキッチンで、ライブ感も。あ、すごい。よろしくお願いします。そんなことないじゃないですか。四川だったら辛いですからね。座りましょう。山椒と、はい、このお店はどういったお店なんですか？はい、はい、このお店は麻婆豆腐の店。麻婆豆腐美味しいの？何が辛いの？お、ちょっと音声が乱れてるかもですね。四川料理だから。四川料理だよね、麻婆豆腐。なんか激辛グルメ祭りで3年連続1位を獲得してるみたいなんですよ。激辛1位。そうです、そうです。激辛グルメ祭りで3年連続1位取ってまして。あ、なんか激辛グルメ祭り実況中継しましたよね。はい、行きました。原宿アベニューさんで、その激辛グルメ祭りで3年連続1位を取ってる。すごい、すごい。じゃ激辛ファンはみんな好きなお店なんだ。そうなんです。へえ、なのでここいいかなと思いまして。お、何がおすすめメニューなんですか？何食べるんですか？おすすめですか、はい、やっぱり激辛グルメ祭りにも出ていた麻豆腐とか。麻婆豆腐料理系がおすすめです。なるほど。なんかさっきメニューをちらって見たんですけど、激辛料理以外にもすごいリーズナブルなお値段ですごくたくさんいろんな料理がありました。餃子だとか中華料理。激辛餃子、すごく美味しそうでした。中華料理です。あゆみ、激辛大丈夫？はい、楽しみですよね。楽しみです。あゆみ、激辛は大丈夫？料理待ちたいですよね。はい、
がだんだん広くなりましたね。そうですね、すごい店内がすごく広いから家族の方も一緒に来れますね。え、はい、あと仕事帰りの方もすごい多く見られます。ファミリーとかで年末の過ごし方にいいですよね。そうですね、料理待ちだったもんね。そうですね、鎮火司祭、鎮火司祭だから地下だからちょっと電波が悪いかもしれない。そうですね、ちょっとね、あの音声と映像に乱れがありまして申し訳ございません。あ、でも石鍋に入った、なんだろう、これまた辛いオーラ出てる。見てください、ふわふわしてる。わー、すごくグツグツしてますけど香りが届かないのがすごい。これだ、これは、これ何、麻婆豆腐、中辛です。はい、辛さ三段階ありまして、これは中辛の色じゃない、石焼き麻婆豆腐。はい、石焼きの麻婆豆腐、でもうまそうだね。これは地獄辛です。ご飯を石焼き、ご飯いいですね。ね、子供は無理、もうなんか大人でも無理、飛び跳ねてますよね、飛び跳ねてます、マグマのようにすごいことになってます。はい、あ、ありがとうございます。ありがとう、エプロンも、はい、汗かき出すもんね、これ食べたらね。気をつけてね、頑張れ。はい、はい、気をつけます、気をつけます。アイミーが普通から、中辛か、中辛からいってみようか。じゃあアイミーの中辛からいってみよう、はい、中辛、うん、うん、はい、では食べてみよう。待って、これ取るのも結構怖い、熱いから気をつけて。すごいグツグツしてます。電気熱くない、うん、鉄じゃないか。これ大きなお豆腐が入ってて崩して食べるパターンですね、これは。ちょっと崩した方がいいね、混ぜた方がいいですね。よく混ぜる、ほらすごい豆腐熱いよ、ちょっと崩さないと。すごい熱そうだけど、ふふふ、わー、ラー油いっぱい入ってる。はい、いただきます。ふふして、冷ましてね、冷まして、待って、このまま食べよう。熱いから、うん、めっちゃ警戒してるな。待って、匂いだけでも結構よ。本当、そんな辛いね、ちょっといい、鼻から辛い、ね、あー辛い、大丈夫、熱かった、お、意外といける、いける、あ、大丈夫だ、すごい、これなんかもちろんすっごく辛いんですけど、うん、辛さの奥に旨味がギュッと詰まってて、うん、まさにこれ辛うまです。辛うま、辛うま、いただきました。そう、でも結構きますね、後から来るね。だいぶ警戒してたよね、どこまで来ます。あ、辛い、今辛い、今辛い、エビ大丈夫、崩しながら、いっちゃう、いやいやいや、気をつけて、気をつけて。これは何、激辛じゃなくて中辛、中辛です、中辛、辛い、これが一番低いランクです。はい、自分が一番辛い、はい、すごいですね、こりゃ激辛、うん、1位ですよ、本当に。でも中辛でも辛いんだから地獄辛です。はい、すごく辛そう、マグマみたいな、うん、キムさんいただいて見てください。辛3段階のうちマックス辛い、マックス、こっちは地獄辛、地獄辛、地獄辛、これ、ね、もう色が、うわー、豆腐一丁も、もっともっと崩して、もっと崩して、うわー、いやちょっと気をつけた方がいいよ、これ色が染みてる、ね、熱そう、うわー、熱いよ、ためらいなく言ったよ。あ、大丈夫だよ。おいしい、おいしい、おいしい。え、辛いんですか、地獄辛ですよ。え、辛いんですけど、ちゃんとこの今日何の日ですか、11月29日肉、これも入ってて、しかも豆腐これ丸ごと鶏ガラスープで煮込んでるから旨味もあるわけですよ。なるほど、この旨味が助けられて辛いだけじゃないわけですね、スープの中にこだわりがしっかりと、うんうん、そのスープでこう煮込んだ豆腐、うん、あの麻婆豆腐って豆腐を食べるお料理なので、うんうん、ちゃんとその豆腐を美味しく食べるための味付けになってるわけですよ。なるほど、え、すごい地獄辛なのにパクパクと食べちゃって、でも直接あんま辛いのとはダメだよね、うん、辛いの多いよね、はい、私もそんなに辛いのは得意じゃないですね。大丈夫、アミちゃんもう次そうだ、食べた方がいいよ、試しに経験しといた方がいいよ、経験あ、まあ無理しないでね、せっかくいい機会なので私も地獄辛を食べる、今されてる感があるよ、あゆみちゃんが大人に言わされてる感があるよ。カメラ気をつけて、いいんだよ別にやんなくても、完璧に書いてあったんでしょ今の、うん、
崩しながらね。豆腐一人大きいですね。大きくなりましたね。ちょっと崩して。ちょっとにしちゃった。それそれそれもういいもういい。大丈夫です。タレと一緒に。大丈夫大丈夫。はい。かわいそう。大丈夫かな。いただきます。美味しい美味しいよきっと。そうだな。頑張れ。あっちか。やっぱ辛い、辛いね、やばい、ご飯、あ、マジ辛い、辛い、辛い、目が辛そう、辛い、大丈夫、暴走するのか、大丈夫か、お水、水飲んで、水、お水飲むか、牛乳飲むか、ヨーグルト、ヨーグルト、そう、ヨーグルトがいいって言いますよ、地獄辛なので、とっても辛いと思います、結構四川の唐辛子とか使って、待って、レベルが違うね、やっぱり。大丈夫ですか。山椒のね、こう刺激となって今来てると思うんですよ。すごい辛い。地獄辛ですか。中辛と全然違う。はいはい。喋れない。ですか。いや中辛、中辛じゃない、中辛。中辛。待って、喋るのも結構辛いです今。中辛で、もっと辛いですね。レベルが違うやっぱり。すごい。ね、二人ともすごい。まあなんか今日寒いから温まるかな。寒い格好してたし。そうですね。ぜひね、辛いのがすっごい好きって方は、はい、挑戦してみてください。挑戦してみてください。一生懸命さが伝わりました。頑張ったね。気持ちが。ありがとう。体張ったね。ありがとうね。ありがとうね。ありがとうございます。頑張った。えらい。偉いね。人は本当に辛いとああなるんだよね。喋れなくなって。ちょっと頑張りすぎたかな。実際辛いの苦手な方なんですよ。あら。だから。女の子辛いの苦手だよみんな。でも人生一度は経験っていうのもありますからね。そうですね。ああ頑張ってくれました。はい、頂点石焼き麻婆豆腐850円ということで、はい、ね、辛いもの好きの方はぜひ行ってみてください。はい。はい、では CM の後バイブスアプリのコーナーに参ります。はい、ここであゆみちゃんお疲れ様。はい、おかえり。大丈夫だった？今でも口がヒリヒリします。はい、ということで、あいみちゃんからお土産があります。はい、今回は特別にご用意させていただきました。はい、はい、陳家主催さんから頂点石焼き麻婆豆腐を持ってきてくれました。お昼だと800円、夜だと918円で食べれることができるということです。空気が辛い、空気が辛い。よし、みんなで食べてみましょう。これやばい色してんな。これはどういうあれだって、中辛全部。情報によると、彼が、え、待って、なんか女性陣は中辛か、中辛、僕が激辛で、で、蝶野さんが地獄辛です。じゃあ、蝶野さんから。あ、辛い、絶対辛い。アミちゃんどう？めっちゃ辛いです。でも、美味しいです、旨味が。これ中辛？え？まあまあ、どうですか皆さん、咳き込んじゃいますよね。うまい辛さだよ。うまい辛さか、蝶野さん。うまい。蝶野さんは普通に食べてる。地獄辛ですよ。うまいうまい。辛い。はるかちゃん辛い。ちょっと絶対食べてきます。視界が潤んできますね今日。ちょっと涙が、涙が出てくる。美味しいよこれね。美味しいですね。いい豆腐ですね。すんごい辛いです。おお。あ、大丈夫ですか太陽さん。鼻に行きますよこれ。大丈夫ですか。油断した、油断した。あの、あ、でも美味しい。すごい鼻に来る。激辛と地獄辛の差が激しすぎる。やばですか、すごい。やば、激辛うまいでしょ。地獄辛、うわ、でも地獄辛ちょっと食べてみる。地獄辛ちょっと舐めるレベル、舐めるレベル。めちゃくちゃ美味しいです。あ、喉やられた。え、だってもうラーメンよ、ラーメン。色が違う、全然違うの。いや、でもまたね、もう辛さを通り越したうまさなんだよ。辛さちゃんの種ですよ。食感がもう辛さと違う。唐辛子の種なんだ。喉がちょっと来てますね。辛いと思って食うと違う。これも辛さじゃないもん。でも美味しい、美味しい。ね、美味しいでしょ。平川さん強いですか。そうそう、美味しい。旨味がある。一気に行ったから。はいはい、もう時間なくなってた。はい、
私がスペシャルサポーターを務める、スカルシェットシット、20周年骸骨祭り、今週末12月3日4日曲がりメッセージでいよいよ開催します。プロレスはね、音楽、お笑い、そしてプロレスと盛りだくさんの内容となっているので、ぜひ遊びに来てください。はい、あれもレーザーラモンさんとかまちまちさんはもうプロレスラーになっちゃった。いや、まあ、そっちはね、プロレスはプロレスラーの方でちゃんと出るんですよ、あって、で、お笑いのステージもあって、でメインのその音楽の方のステージ、しかも音楽もあるんですよね。しかもですね、このイベントの様子はアベマ TV でも一部独占生中継するということですので、皆さん土日はアベマ TV 見てみてください。ペーパービューはいらない。はい、ペーパービューいらないです。いらない、無料で見られます。大丈夫ですか、ちょっと顔が赤くなっちゃってる。マジからかった。俺ももしかしてこれ試合に乱入するかもしれない。本当ですか、すごい、はい、あのですね、騎士団さんとか、あと電波組インクとか、そうそうそう、ゲームもね、相当あるメンバーライズ、ライズ、そうなんですよ、いっぱいいるんですよね。これがアベマ TV で見られるということで、皆さんぜひぜひ、今日、今週の土曜日、日曜日、皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。で、あいみちゃん、今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。で、さらに、はい、これは辛いよ、辛い、でも美味しいよ、これ美味しい、辛いけど美味しかったです。で、ね、うん、口ぶりがすごくて、じゃあ最後だけお願いします。それでは、それでは原宿アベニュー、また明日もお会いしましょう。いきます、原宿アベニュー。